どうもお疲れ様です、ナミさん。まあ確かに知っていることとやっていることには大きな隔たりがあります。で、本当に知っているってのはどういうことかっていうと、やっているってことじゃないかなと思うんですよ。知識として、情報として入っているってことと、それを自分なりに行動してみて、その結果までたどり着いて、それに対して独自の見解があるっていうのが、いわゆる知っていることっていうふうに私は思うんですけどね。まあいわゆる、まあ多くの方は、上辺だけ知っていて、 そのことの本質に迫ってないので、まあ、時間だけ過ぎてもなかなか中身を伴った経験になっていかないのかなと思います。まあ、その中でね。まあ、この本の中にも書いてます、えー、これはですね。私の友人でまあ、同い年のね。女性の方なんですけども、もまあ、主婦でありながら、年収1億円以上をもうすでに20年以上続けてる方なんですよね。もう私も知り合って10年近くになるんですけども。も、ま、はあ、雲の上のような方ですね。 まあこの本ちょっといた,だいたんでね読んでいるところなんですけども実はこの中でねあるセクションの中に自分の頭で考えることっていうふうに出てるんですよ確かに自分の頭で考えたところで最初はね失敗引いたりうまくいかなかったりダメージを受けたりするんですよでもだからといって自分の頭で考えてもダメだから誰かの指示を待つ頭のいい人の選択についていくってことばかりやってるとこれね何年経っても そうういいっった発信者がなななければ行動でできなくなっちゃうんですよ自分の先生メンターがいないとやれなくなっちゃうんですよだから最初は失敗続きかもしれないけども自分の頭で考えてやってみるそしてその結果を受け止めてみるそれを繰り返すことによってだん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 自分の頭に蓄積されたものが自分の思考の成長になっていくわけですよねだからよく言いますけどもビジネスに参加して詐欺にかかっちゃったとかね ビジネスに参加しして損しちゃったたここれ当たり前のことですよねだって不慣れな時って野球でも最初はエラーするわけですよ三振するわけですよだからといっていっつもね選手交代とかね代打お願いしますって感じで自分でやるんじゃなくてできている人できそうな人にお願いしてばかりいて一体いつ自分の成長進化自らの果実にえ、えー、なんかね預かれるんでしょうかってことなんですよ最初はエラーもするし 痛い思いもするし恥ずかしし、いい思いもするし疲れもたまるかもしれませんけどもそれを繰り返す中で少しずつ少しずつできるようになっていく月に1万3万稼げるようになっていくその先に月に5万10万30万100万っていうのがねだんだん見えてくるわけなんですよ一気に一,番に一晩にしてね自分の状況を打開しようと思うからこそ自分の力のなさを感じますけども自分の力量に応じた果実で。 十分だという思考で一歩一歩進んでいけばいつの間にか自分のキャリアが3年5年になり10年になり自分の稼ぎが10万20万50万1万になっていくっていうところを見ていけるんじゃないかなと思いますねそういうふうに少しずつ積み上げてきたものってのは壊れにくいしなんせね工夫と努力の組み合わせで自分の思考ができてるわけですからこれはなかなか他者にはね、えーまあ、壊せないところなんじゃないかなと思いますね 私たちはね、何かね黄金のビジネスを手に入れようとか絶対の投資手法をもらいたいと思ってそういった回答を探しに行ってるわけなんですよでも回答ってのは探していられるもんじゃなくて自分の中で作り上げるものじゃないかなとそれがだから知っているのかやっているかっていう大きな隔たりにも似た感覚になるんじゃないかなと思うんですよね本日もよろしくお願いしますありがとうございました